どうもこんにちは、マサンです、今回はね、ちょっとモンストで、僕の、あいつ前当てたやつあいつ、こいつですね、張飛がね、進化できるということで神化か。これなんか7度の大罪におる豚に飛んだこいつ。え、あいつな、あの豚系、あの豚よりはこいつの方が男前やけどな、多分結構目がかっこいいやろ、こいつしょ何やねんした。ちょっと重心力がなくて進化ができないんで神化を行こうかなと思います。神化はもう集めたんでね。よし、じゃあ神化に、ね、エナジーサークルあるんや。エナサーか、エナサーあるからもう多分強いでしょこれ。ホーミングやもんな。いやもう行きます、進化神化いけ。どうなるこれ、どんな格好するな。おおーおお、え、全然違う。豚がどっちでかなってことやん。豚めっちゃかっこいいやん。千と千尋に出てくるあのお父さんみたいなってことやん千と千尋のお父さんやけど、あれちゃん男前なんじゃんこれ。ほら仮面、仮面というかあれやん、かぶってんこいつ。猛将超飛マスクみたいな。アンピュタメージオールの見た目は友情コンボは8000威力。これなんていうのこれ、食感の猛将なこれ。食感やな、うん、多分な。食感の猛将超飛スピード速いな。とりあえず、まあ、レベルマックスは投げた方がやろ。レベルマックスな、いけるっしょ。火をとりあえず食わした方がいいな。うん、まあ、多数が全然おれんけどな。え、もう下はおれんの火闇、まあ、何でもいいんちゃう、関係ないやろ別に色は。うん、まあ、まあ、それ食わしたら奥検知食わしたやもん。奥検知これでもあれやもんな。行ってもどんどん全部行って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 。え、オッケーオッケー、それで大成功したら頼むぞ、来いよ。いじ行くんちゃう、いや、いじ来い、ここは絶対来い、頼む。うわぁ、つらい。マジで結構奥検知なんかいいんじゃないですか。奥検知が、奥検知その下の帽子かぶった子たちです。上光もいますよ。でも闇行ったってやろ、全部痛い痛い全部け。いやもうやばいやばい、でも大成功しないでしょ、もうどうせせえへんって。いや全部いたら全部いたらほんま。それその帽子かぶったやつやって、帽子かぶったやつです。こいつこいつたちです。あ、こいつか。おい、おい、オッケー。え、なんで2個やったの絶対危ない。え、痛い、大丈夫せえねん。逆に、いや、いや、するなよ。サービスで、逆にもう絶対すんなよ、もう。大丈夫はぁ、ませんかったでしょ。基本的にしないですね。基本的にするやろ、能力的にはどんな感じなの。能力は、タスがどこに上がるかによるけど、タスはそれあれやんちゃん。あ、この倍になるんか、タスはただ単に。倍なんこれ、そういうことなん。いや、そんな倍やったら全然上がらない能力は。まあ、とりあえず威力なんもない、このサークルに。サークル乗ってないじゃん、サークル見れないですかね。まあ、とりあえずあれじゃん、一回まあ、やってみれんじゃん、一回使ってみれやん、試しにな。うん、じゃあ編成で僕何でいきましょうね。何でもいいんじゃん、とりあえず演技でよ。僕もどこ行く、なんかどっかで。あー、俺あれやな、英雄神殿やったっけ。ああ、行くわ、行く。いや、降りたことないから。行くんすか。メニューは募集しよう。はい、ちょっと待ってくださいよ。メニュー出てへんかな、ちょ、あ、一番強いとこは。そうなの。あ、ちょっと待ってください、僕も。ほんまに強いそれ。今の出てるか分かんないです。あ、出てへん、もしかして。ああ、正念場。え、あと2回からじゃダメですね。あ、じゃあ、まあ、敵はそう言っとってやん、とりあえず1回クリアしとこう。正念場、正念場ね。うん、間違えた、ソロじゃない。まあ、多分いけるはず。俺じゃあウシリス使うわ。バラジンで見えんけど、まあ、シリウスが一番気に入ったから今。まあ、それはそのなんか若くの身で、うん、めっちゃええのゲットして、それやらねえの最高。俺がおらへんやん、なんかええのゲットしたらしいんでね、うん、僕はしてないですよ。クソ野郎ですね、完全に。僕はしてないですよ。名人もあれやんじゃん、ゲットしたんじゃん。僕してないですよクソみたいなのゲットしたん。僕、何か教えましょうか、うん、お金が 50% 増えるってやつです。あ、クエストの。もう絶対いらないぞ、ゴミゴミ、ほんまにゴミ。お金じゃなくてすぐたまるもんな。うん、いらなさすぎましたね。独特な音楽やなこれ、英雄神殿。あ、あいつめっちゃかっこいいやん。おお、ええ、ちょっと見てへんかって。そうだ、あんまりエナジーサークルが。ルシファーのやつかなりでかい。え、ルシファー、え、そうだ、これめっちゃかっこよくない。なんだこれ、ルシファーのやつかなりでかいですよ。なんかルシファーなんか、ええ、おお、でかっ。ルシファなんかバリア張ってない、めっちゃかっこよくない、はい、なんなんあれ、なんだこれ。ダメージカットで、はい、攻撃食らえませんよって。絶対嘘やろ、そんな。ほぼ大きいね、お、すげえなんなんこれ、え、どういうことこれ。これやばいやろ。え、ほぼすよ、ほぼすよこれ。なんでここ食らへんの、こいつ。
そんなんあるやん。最強やからめっちゃ最強や、最強やほんまに、はい、ほんまに強い。え、俺食らわへんよ、どういうことやん。あ、俺も一応サークル入れとけ。確かになんか枠小さいな。で、枠したくて別に関係ないんじゃん、これ。まあそうですね、当たるかどうかやろ、結局は。はい、だって枠の中はダメージ食らってんもんな、だってあれ。はい、まあ関係ないと思う。関係ない。え、このルシファーめっちゃ強いな。カッどれぐらい勝つの、これは。体感5000とかじゃないですか。5000効かないで結構でかいな、マイタン。え、でもあのホーミング3発ぐらい。オッケーオッケーオッケー、結構やばいな。あれ効かへんってことは多分結構でかいやん。お前やめてくれ。え、ルッシュはやばいな、ほんま。おー、全然効いてへんだ、エナジー。エナジーこれ当てるのむずいんちゃう。むずい、結構使ってみて。ほんま拾わない、めっちゃほんま早くたんだ、あんまり。まあ、どっちにしろ当てるむずいな、これ。いや、当てるいや、でかくても結局あれやもん。近かったら当たらへんやん。あれって、え、これ意味ないやつや。これなんなん、意味ないやつだ。ただなんかよくわからないやつ。エリアの歩け。うわー、まだ暇つぶしみたいな。まだわ、まだあるやん、ね、これ、まあ、あれ、一応最後のボス落とすからな。銀、金は絶対落ちんやろ、ここでは。落ちないですかね。絶対な。おーおー、強い強い強い。だってスタミナ消費60のやつで落ちるか、落ちほとんど落ちんやろ。あー、そうなの。まあ、でも白馬かなんかやろ、うん、名前だけ俺も知ったもん、ほんまに。いや、これほんま奇跡的な。いや、奇跡やな、一発で。いけ、でしかもメディーはそれであれだもんな。お金、お金終わったな。それってあれだ、何個かめっちゃ種類多いん。いや、多いで、ね、増えどうなの、いっぱい。で、その中でも俺は多分トップ5には絶対入るであろう、多分ミヤと思う、多分遊撃は多分強いと思う。まずだって分かりやすいやん、単純に誘導の強化って 20% やろ。そう、その L っていうやつ持ってやばい。 25% か 30% ぐらいか。 30%? 知らんけど L はほんまに強い。 OK! L でもゴールド入れたら終わりやから。誰に使うかめっちゃ迷ったんじゃん。いや、使うとかこれもう1体やつやっぱり1体しか無理なんですよ、この今おる。マジで、はい、誰に使うのない。だからそこも無理やん。だから誘導コンボが全く弱いやつ出てもいいやん。 OK! だから光とかで誘導コンボもいらんから、ほとんど。ああ、あんなん出ても意味ない。いや、もううんな意味ない。だからそこらへんも。じゃあめっちゃそいつがゲットできる可能性少ないな。いや、少ない。狙っていかなかったんだよ。そうです、何回もいかなかったんだよ。しゃあ、だから強いやつはなんかその一撃野心かなんかで強いらしい。相手を気絶させるみたいな。まあ、ある。スピカ持ってますよ。え、音一球ですけど強い。どうなの、一撃野心。いや、強い。それの特急の L こちららしいよ。これってあれじゃん、オリガちゃん。そうだよ、オリガ出てくれんよ、これ。いろんなボス。おーおーおー、結構やっとったんじゃん、結構食らってたんじゃん。でー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 。え、オーケー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 。あんま食いてえな、全然食いてえな。弱いな、あれめっちゃ弱いな。弱っ。ええそこはシリーズの弱ってえな。誰だったんや、これ。シリーズで、シリーズは言うのが強いな、やっぱ。オーケーだった。え、めっちゃ強いやん。ジャクタンかと思って。ルシファ、ルシファも14個も強いな。ルシファめっちゃ強キャラやな、これ。ぽいやろ、なんかもう。でも、あの時期に出たから、あの時期に。あー、ミスった。見た目がもうちゃうやん。なんかちゃうな、バリア吹っとかな、こいつ。なんだこのバリア、ほんま。いった、ゲームって。ミスった、ミスった、ミスった、ミスった。やばいやばいやばい。あいつ早く。バリア吹いたことやん。ほんま、溶けた。なんだんかな、じゃない。一定ダメージ。あ、やむハッピー。オーケー、倒せ。もう一発。惜しい。まあ、ワープやからよ。あ、ちょっと待ってよ。全滅させたらまずい。まあ、でもハート取りたくないし。横行け。横行っとけ。よっしゃ。あいつ倒せ。よっしゃ。オッケー。オッケー。あ、やっと。あ、お、お、来た。ええー。あ、かい。やばい。オッケー、オッケー。じゃあ、二個とも持ってけ。任せろ。オッケー。気圧。オーケー。激アツや。激アツ。ルシファーってこれストラムどんなんだ、こいつは。あ、クシナダと一緒です。いや、強い、あのゴーレみたいな。え、強すぎへん。いや、めっちゃ強いよ。またバリア張っとんねん、こいつ。なんだこいつ、一生ぐらい強いな。ずっとバリア張っとんねん、こいつ。ステージ変わることにバリア張ると思う。はい。めっちゃ強い。やばいな。その間無敵やろ。もう無敵ですね。無敵ってどういうことなの。じゃあな。もう使うやん。無理食らうね。
食らうやんけ、いってやん。次のターン、ルシュアのあれ、号令で倒したまえ、たぶん号令ですか。電池かけてやろう。あ、見た、うわうわ、あ、でも結構弱点いった。ラッキー、これで決めてな、次、長飛。頼むで。もうあれ使ってん。それ使うの、なに、なんなの。ホーミングっすね。あー、一瞬。いや、もう痛い、全滅、全滅や。いけ、どれが威力、どれがやろ、これ。助けろ。え、弱っ、うわ50万え、弱っ、ホーミング、え、こんな弱いことある。めっちゃ弱かったな、なんかやたら弱かったな。シリーズもこれ水やからっていうのあるじゃない。全然見もんや。 あるかもな。あれは多分あるわ、絶対あれやろ。そんなの気やったらこっち気だったやろ、絶対弱すぎやさっきの。あ、スピーカーが回ってこんか。あ、回ってくる。オッケーオッケーオッケー、いやいや、まだあのコアラやばいな。どうしようかな、これ。ガスコアラやばい、ガスコアラ。お、あ、惜しい。そう、次決めない。でこれでスピクリ決めちゃいました。いや、面白いな。私スピクリ行きます。おらボコりましたね。よっしゃー。まあスピーカーの一撃でなんかもうひっついとうような感じだったよ。シリーズとスピーカーで当たれば多分決まるな。え、絶対。スピーカー、どうしようかな。僕が一番いいかな。あ、これ号令なんか串屋だから、あれが全員来るんか。いけ、号令。ちょっとでも入ってまうな。下か、いや下まで行く。でー、俺いけない。や、スピーカーのことはいけると思う。スピーカー弱点来たら、スピーカーいや弱点とは関係ないんだもん。爆弾しか出ないんだもん。でもスピーカーに誰か近寄ってかないと。俺が近寄るわ。シリーズ一番コンボス稼げるから。お、狙うけ。オッケー、うまいうまいうまい。あ、いけるな、いけた、いけた。あ、オープン。オーマイガー、でも使うしかない。頼む、頼む、奇跡起これ、奇跡起これ、奇跡。え、これ、え、え、一つ落ちて来い。おやー、うわー、かっこいい。かっこいいぜ、さっき。銀、銀か、やばいな。7で3人とあれやからな。え、スピーカーめっちゃかっこよくない。さっきかっこいい、ダメージ変わねえんだから。あれ一つになって130万いったな。結構強いな、あいつ。だいぶ強いな、あれ。だってあれ、めっちゃコンボ使っても60万くらい食らうもんな、だって。はい。あ、ここでは何も見落とさないな。ほら、ここから、来い、来い。え、来い、やったー。え、 M じゃないですか。マジでマスターのやつ M。 はい、お、マスターさんも確かに1級 M。 うわっ、あー、うわ、え、ゴールド一緒っすね。え、これってもう一回まで食えるん。食え、え、どういうことですか。もう一回で食っても。じゃあもう食っとこうやろ。まあそうっすね、どっちかしらは食っとこうがいいっすね。どっちやん、これ。どうしてこういう100アップで多分あんま分からない。うん、まだここゴールドじゃん。いや、ゴールドはいらんやろ。これげ、うん、俺もストライクソード2ターン減ると1ターン減るやったわ。即必殺。お前、お前らちゃうもんな、ね、1個で、これやばい。特急かっこええわ。50億や、特急。うわー、あんま良くなかったな。食べやん、残りのあるため。あ、交換されるやんな。そうそうそう、これじゃあええやん、結構いいで。スタミナ消費ごっつい激しいやん、ここ。あ、スタミナ消費か。そうそうそう、激しい。結構おもろいけど、俺ワクワク好きやな。結構ワクワクさん好きやな、俺も。ワクワクするやん、こうやって言っとったら、ほんまに。あくまで完全にパクっとるやな。パクってもあれやろ、面白かったやろ。うわー、でもあれやな、超必使ってみたけど、なんかあれやったな、めっちゃ強いとかそういう反応じゃなかったかな。わからんかった、いまいち。わからんかったけど、いや、まあそんな強くはなさったな、雰囲気。あのエナジーサークルっていうのはまずあれやろ、使いにくい。使いにくい、あ、明らかに。いいとこ弱かったな。いや、だいぶ弱かった。ストラフショットも、まあ、微妙だったな。弱点でそんな強くはないやろな、めちゃくちゃ。うわ、超ひもあれや、イザナミに取って変わることはできひんな。イザナミがもう、ダントツすぎたな。 100% 無理でしょ。99% じゃなくて、はい、もう 100% な。こいつの髪が何やったやろな。これ超ひはまあ別に大したことないやろな。コイル若干上がっとんか、このワクワクの力で。超ヒエルカマカウント劉備の方がもう断然いい感じですよね。うわー、もうなんか見た目も確かにあれやもんな。カウント劉備もまだはええけど、まあカウントかっこいいですもんね、これ。
カンかっこいいやな。カンかっこいい。え、めっちゃかっこいいやん、カン。バリ強そうっすか。もう使った。はい、もう使った。どういうことですか。このカンを使った。使ったことはないです。というわけでね、次カンが、多分使うと思うんで、もう超費僕使ったんですけどね。まあもしかしたら使えるクエストによってはまあ使えるんかもわかんないです。ただそのあんまり多分いろんなクエストに連れていくような、感じのタイプではなかったですね。イザナミの方が断然強かったです。というわけで今回は、超費の、神化を使ってみるっていう、動画でした。じゃあ今回は、終わりだと思います。ありがとうございました。